ニュースマグビです。2月18日に発表された浮気率の高い都道府県ランキングで埼玉県が1位に輝きました。3位和歌山の 24.3%、 2位京都の 25.6% を抑えて、埼玉はダントツの 31%。 実に3人に1人が浮気をしているという結果が出ました。調査をした相模ゴム工業の営業企画室担当者によると、各都道府県300人計1万4000人を超える人が調査対象です。浮気率の全国平均は 20.5% で、最も低かったのは鳥取県の 14.9%、 埼玉はその倍以上でしたとのことです。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏が女子アナのハプニングを紹介しています。日本テレビ宮崎信子アナは、生放送のラジカルで寝坊して45分の大遅刻をしてしまったそう。 NHK 有働由美子アナは、朝一放送中にシャツの脇汗について番組に寄せられた苦情ファックスを自ら読み上げて謝罪しました。フジテレビ平井理央アナは、トンネルズの皆さんのおかげでしたで、店の名物わさび飯を食レポ中に鼻水をドバッと噴出。石橋貴明さんはその鼻水を見て興奮していたそうです。G1 レースを騎乗した藤田菜々子さんに注目が集まっています。イベントなど様々な場でのメディアロスが増えそうですが、実は藤田さん、超のつくほどカメラ嫌いなのだとか。テレビ局のスポーツ担当記者によると、インタビューでも全然笑顔を見せないし、質問者の目を見て話してくれない。通算50勝を挙げた時も、カメラマンがポーズをとリクエストしたら嫌ですと断られていたとのこと。G1 を取った時には菜々子スマイルを見せてほしいですね。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。